はい、じゃあね、横穴式のレプリカをちょっと見てみましょうかね。歴史資料館でございます。いやー、いろんな土器が出てきてましたかね。土器や矢尻やね。ありがとうございました。いやー、すごいねこれ。わしらが見たらゴミやけどね、あんな見たかでな。まあ気にもしてない今まではね、こんなんですわ。どこだ、レプリカ、これか。じゃあな、レプリカどれだ。埴輪、造形埴輪、あれどっかで見たな。どこやったっけ、茨城かどこ見たんか。これ河原ちゃうか。河原やな。入られんらしいけどね、横からは見るらしい。おお、こういうのが見れるんやな。こういうのがなんか絵を描いてあるんだよね。ちょっと暗いな。船の形をしたけどね。この人誰だ。なんとか5位、宮内省、大正3年。おお、これまた近代だな。これは近代ですわ。ブドウのね、ブドウ酒作るのかね、これ。ワインかね。これはね、あれ。棚田。どこだ。これは振り方だ。これは何ですか、これ。これはな、あれですわ。この、埴輪ですわ。こんな埴輴は見たことないぞ。珍しい。小松岡山いうとこで。あの向こうか。そう。川の向こう、あれ前方後円墳ですか。前方後円墳ですわ。あれを見にまた行かないかな。これね、前方後円墳ね。鏡ですか。鏡ですね。